そってるが、いくら最強なんて言っても俺の能力は力のベクトルを変換するしか能がねえ。使い道は人殺しばかり。思いつくことなんざ他人の皮膚に触れて血液や生体電気を逆流させるぐらいしか。待て、なんだ、何が引っかかってんだ。考えろ、生体電気、逆流。データスティックの中身はあのガキ、ラストオーダーの感染前の人格データ。よしか、脳内の電気信号さえ制御できれば、こいつの人格データをいじくることができんだよな。何を言って、まさか君自身がテスタメントの代わりをするというの？無理よ。できねえことはねえだろ。反射ができた以上、その先の操作ができたって不思議じゃねえ。仮に君の力でラストオーダーの脳内を操ることができるとしても、ウイルスを完全に駆除するなんてことは不可能よ。失敗すればシスターズだけでなく、たくさんの犠牲者が出ることになる。それを避けるためにはラストオーダーは諦めるしかないの。それとも君にワクチンを用意できるとでも？できるさ。俺を誰だと思ってやがる。余分なデータを全て消しちまえばいいだけだろうが。簡単なんだよ。行くぜ。ったく、このクソガキが。人がここまでやってんだ、今さら助かりませんでしたじゃ済まさねえぞ。感染前データと照合、対象コード数357081。こいつを全部消しまえば、このガキはめでたく1週間前の状態に戻るってわけだ。俺と出会う前の前、コマンド実行、削除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 。 BA8WAOB コード9 JBNASIDJ レジスト98AEA ルート A から W、 コード8からコード72までの波形レッドをルート C 経由で。残りコード数173542。ウイルスと一緒に何を排除してんだろうな俺。だからって何だってんだ。忘れちまった方がこのガキのためじゃねえか。残りコード数23891、残り10秒、楽勝だってんだよ。邪魔をするな。こっちは電子顕微鏡クラスの精密作業をやってんだ。反射に避ける演算能力なんざ残ってねえんだぞ。さっさとこんなガキから手を離して反射を取り戻せば。まったく考えが甘すぎんだよ。誰かを救えばもう一度やり直すことができるかもしんねえとなんて。死んだ、死んだ、な、どうして私は生きているのだ。エラー、ブレイク、コード00001235708181。不正な処理により上位命令文は中断されました。通常記述に従い、検体番号201号は再覚醒します。中断、再覚醒、まさか失敗したというのか。
か。弾が脳を撃ち抜く直前に反射を働かせたんだな。何をしているつもりなのだ。今さらお前のようなやつが。分かってんだよ。こんな人間のクズが今さら誰かを助けようなんて思うのはバカバカしいってことくらいよ。全く甘すぎだよな。自分でも虫ずが走るけどよ、このガキは関係ねえだろ。確かに俺は1万ものシスターズをぶっ殺した。だからってな、残りの1万を見殺しにしていいはずはねえんだ。綺麗事だってのは分かってる。でも違うんだよ。たとえ俺たちがどれほどのクズでも、どんな理由を並べても、それでもこいつが殺されていいことにはならねえだろうが。反射は効いてないのか。結局お前にはヒーローみたいに決着をつけるほどの力はなかったわけだ。無理もない。我々みたいな人間はみんなそうだよ。そんなもんなんだ。吉川桔梗。ごめんなさいね。私ってはどこまで行っても甘いから。優しくなくて甘いから。急所に当てる度胸もないくせに、見逃そうとも思えなかったみたい。ここでのことは電話越しで拾った音でしかわからないけれど、外で騒ぎが起きている様子はないわね。その子なら心配いらないわ。知り合いに変わった医者がいてね、顔がカエルに似てて、いまいち貫禄に欠けるけれど、一応はヘブンキャンセラーと呼ばれているぐらいだし、彼の腕ならなんとかなるでしょう。終わりよ、甘い青。一人で死ぬのが怖いのでしょう。ならば道連れには私を選びなさい。子供たちに手を出すことだけは私が絶対に許さない。この身に宿るただ一度の優しさにかけて。やはりお前に優しさは似合わない。それはもはや強さだよ。私生き残ったのね。当たり前だね。誰が執刀したと思ってるんだい。そもそも私は至近距離から心臓を撃ち抜かれたはずだけど。礼ならあの子にでも言っておくといいね。あの子血流操作の能力でもあったみたいだね。まるで見えないホースでもあるように、壊れた動脈の口から口へ一滴も漏らさず血を通していたのさ。君が手術室に向かうまで意識のない状態でそれでも力を使い続けたのだからね。あっちの方も難航しているようだね。前頭葉を中心にダメージを受けているらしいからね。言語機能と計算能力、この二つには影響が出るね。計算能力。じゃあ彼の能力は。ま、問題ないだろうさ。どうにもならないことをどうにかするのが僕の信条でね。彼の言語機能と計算能力は必ず取り戻す。必ずだ。君も厄介なものを作ったみたいだし、それを利用させてもらうよ。
1万もの脳をリンクさせれば、一人分の言語や演算ぐらいは余裕で補うことができるだろうからね。ミサカネットワーク、あの子は？あの女の子なら心配しなくていい。うちでも似たような子を預かっているからね。さてと、僕はもう行くけど、君はどうするんだい？どうするって？今回の件は上に知られてしまったみたいだね。研究所は解散、実験は完全に中止。つまり君も解雇だよ。そう。ならもう研究者として生きてはいけないわね。道なら他にもあるさ、いくらでもね。お願い、あの子を助けてあげて。できなかったら私はあなたを許さない。誰に向かって言ってるんだか。あそこは僕の戦場だよ。そして僕は必ず戦場から帰還してみせるね。今まで一人でずっと戦ってきた患者を連れてさ。俺はシスターズを1万人ほどぶっ殺した張本人だぜ。そんな悪人に誰を救えって？なんだ、やればできるじゃない、あの子。